はい、どうもです。今日もね、一日表に出ないで、いろんなですね、公演の準備なんかさせていただいたり、ね、ほら、僕の公演ってさ、幅広いじゃん。うん、だからこの間はね、地域活性化のやつをね、公演頼まれてやってきたりですね、今度はね、不動産投資のね、基礎的な知識でやってみたり、あとは今度4月の30日かなに放送される、教訓っていうね、僕が以前書いた本を題材としたね、いわゆる、なんていうの、親子でね学ぶやつもですね、今度やったりね、で今度は6月かなにはまた、CF熱の不動産フェアとかねあるし、あと外部のね公演がまた少しずつ入ってきて、まあ以前のようにはね、以前なんかもう年間60回ぐらいやってたからね、だからまあそういうのでもね、そこまではねやらないだろうけども、まあいろんなね申し出があるので、いろいろと準備をしているところでして、今日もねそんな中この、質問にお答えするコーナーってやっていきたいと思います。岡さんね、なぜ日本が低迷しているか、不思議な気がしていました。欧米人が優れているとはどうしても思えず、また財政が厳しくなると増税すればより景気が悪くなると普通は思うけど、巷ではほとんどそういう意見を聞きません。それはなんだか変だなと思っていましたが、倉橋先生のように分かりやすく世の中を解説してくれる人は少なくありがたいと思っていますと。おお、ありがとうございます。どうして世の中が良い方向に行くような意見を言う人が少ないのか、その点は未だに不思議ですと。世の中のコメンテーターや政治家の考える能力が低下しているからでしょうか。そこら辺のことをまた YouTube で解説していただければありがたいですということで、すげえ分かりやすく言うと、マスコミはそういう人しか入れないってことだよ。ね。だから、それに沿った人しか採用しないし、そういう意見を言わして、ね、言わせるのが、まあ、マスコミなわけだよね。で、大体テレビっていうのはさ、台本があるじゃん。で、その台本っていうのはさ、ね、シナリオからできてるわけですよ。で、そのシナリオに合わせたコメンテーターを集めるわけだよね。で、まあそういう意味では、なんていうのかな、このテレビ番組でコメンテーターとかするのは大論争になることないでしょ。だってさ、肯定する人と否定する人がいてさ、で、普通だったらさ、ね、整理しなければその場って結構ね、大討論になるよね。だけどならないじゃん。それは何かっていうと準備されてるからなんだよね。だからテレビ見てさ、なんかね、ってこうね、多少参考になることもあるけれども、それってさ、なんか誘導してるよねって人って結構いない。僕はそう思ってる。だから、ね、たまたまそのなんていうかな、この人まともなこと言うじゃんっていうと大体降板されるよね。なんでかっていうと面倒なんですよ。例えば、すごい分かりやすく言うとね、僕が2000年の2月にね、アッと驚く不動産投資って本書いたんですよ。ね、でその時に、まあたまたまね、前職の会社辞めて、年末年始でね、時間ができたんで、出版社に電話かけたら、先生を助かりますよってね、じゃあ新しいのをお願いしますよなんていうことで、で書いたの、ね、でそれが不動産投資成功の法廷、あと不動産投資っていうね本なんだけど、これ結構頑張ってね、書いたんですよ。そしたらね、出版社から連絡があって、いや先生これね、新築のワンルームの悪口結構書いたんじゃないですかと。別に悪口じゃないよ、事実としてそうだよねっていうことを書いたんだけど、これなんとか外してもらえませんかっていうわけよ。で、なんでって言ったらね、
広告主がさ、ほとんどその、ね、不動産のデベロッパーとかさ、ね、ゼネコンとかじゃん。で、新築ってやっぱほら、ね、企業としては利益が出るから、ね、当然だけど広告とかもいっぱいかけるわけでしょ。で、この本、住宅新法で出しちゃうと、ね、その、スポンサーが離れちゃうかもしれないというので、経営判断として、ね、これはちょっと、なんとか先生にこの部分を外してもらえないかということを交渉しろってことでね、ね、わざわざなんか担当が来たのよ。で、まあね、そこで無理にどうこうってこともないからいいよっつって、で、削ったのよ。だから、ね、ちょっと薄い。その後追加で書くこともなかったから、ね、その、一冊分の原稿書いたのに、その分外しちゃったから、まあ、そうだね、5分の1くらい削ったかね。だから、そういうことあんのよ。テレビもそうじゃん、ね、当然、スポンサーがいて、で、民放はさ、スポンサーで成り立ってるわけだから、スポンサーに反するようなことは、まずできないようになってるわけ。だから、要するに、社会的に正義を求める必要もなくて、ね、要は、受け狙いっていうか、視聴率が上がればいいと思ってるし、かつ、スポンサーの誘導、ね、スポンサーに対して有利な誘導ができるような、作り込みをしてるわけだよね。で、だったらじゃあ NHK がさ、そういうね、その正々堂々といろんな人たち入れて、ね、その、ちゃんとしたね、その、スポンサーに絡まないような、ね、議論をすればいいじゃんって言ったところで、今度それをそうもいかないんですよ。で、これはやっぱり国の考えとか、まあそういうのがあるよね。で、また受信料の問題もあるから、ね、実際に、そこには触れてもらいたくないわけだよね。だから、世の中のこのね、仕組み自体がさ、スポンサーでできてるから、ね、結局、そのスポンサーになれる企業の優位な、ね、情報を取り上げるようになっちゃうのよ。だから例えばね、裁判だってそうだけど、やっぱりね、銀行とかね、その保険会社の相手にね、裁判やったところで、今度裁判所側っていうのはさ、国側がね、あるわけで、で、やっぱり、ね、我々が見たらさ、ね、例えば昔のね、変額保険とかでさ、社会的にね、大きな問題が出たでしょ。だけど生命保険会社があってあんまり負けてないんですよ。ほとんど勝っちゃってんじゃない。あと金融機関もね。でもさ、僕から言わせてみたら、こうね、実際に僕も3件ほどね、頼まれてさ、いろんなご協力したんだけど、やっぱり判断基準はさ、やっぱスポンサーなんだよ。で、特に公務員なんていうのはやっぱりね、裁判所、ね、裁判官だって公務員だから、やっぱりさ、このね、いろんな、ね、まあ、階級があるわけだよね。っていうようなことで、結局、なんだかんだ言って、その、自分の意見が通らないってことはよくあるわけよ。だから、ね、この、世の中のコメンテーターや政治家の考える能力が低下してるんじゃなくて、ね、そういう能力のある人は、なるべく呼ばない。ようになってるんじゃないかなと思うんだよね。で、僕もね、昔、バラエティの番組ね、出させていただいて、まあ、一番最初はね、北野武さんの、公害変態日本人って番組に、まあ、不動産屋の代表としてね、まあ、賃貸トラブル110番って本書いてる関係で呼ばれてさ、で、出ましたよ。で、その後、その番組2回くらい出たのか、2、3回出たんでね。で、その後堂本光一君がね、司会やってる、ジェネレーションジャングルっていう番組もやらさせてもらったんですけど、もうそれもね、結局ほら、ね、当時はね、アパホテルの社長さんっていうの、女性の人とか、あと、ね、泉谷茂とか、まあ、そういう人たちがこう、わー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 やるんだけど、僕なんかどっちかというと、肯定しちゃったりするからさ、そうだよねって、ね、いう意見もいっぱいあったから、そうだよねって答えちゃうわけじゃん。ところが、ね、それはダメだっていうわけよ、ね。必ず否定しなきゃいけない。だから否定する意見しか受け付けないっていうのはあの番組だけ。
だからね、あの番組がわわわわ騒いでるじゃん、で否定してるんだけど、なかなかこれがね、うまくなんとかな、調整できないみたいな感じになってて、でだってさ、あれ何分だ番組って、確か30分番組だったと思うんだけど、3時間とか4時間だよ、あのずっとわわさ、ね、言い続けて、でそれをこうコンパクトで、ね、まとめてやるんだけど、いやもうね、3回出て一応もう出演お断りしたのね、っていうのは、ちょっとさ、なんで、あの当時ももうね、すでに不動産コンサルの仕事してるし、確かにこう有名になるのはいいんだけど、やっぱりこう僕のそのなんとかな個性ってものが失われるなと思っていて、で逆にあんなところでわーわーやってると、まあ、自分のそのなんとかな、まあ、根底にあるさ、貧相っていうかな、なんて言うんだろう、品位というかね、まあ品位は別に今もないんだけどさだけどね、なんかね、ちょっと嫌な感じになってきて、でお答えしたのよ。だから番組の制作ってそういう風になっていて、ね、その制作意図がこうあって、それに沿った、まあ、キャスティングがされてるから、あ、どうしてもね、そうなっちゃうんじゃないの。だから、ね、政治家のが能力が、ね、低下してるとかそういうことじゃなくて、まあ、テレビ番組自体のその制作する意図ね、っていうものが動いちゃうから、結果的に、なんとかな、しっかりした意見の言える人たちを呼ばないっていうことはね、まして逆に言うと呼ばないどころか出ない人もいるんじゃないの、と思いますね。だからまあまあそんな中でやっぱり僕は今ね、この間もね、まあ、この誰かから言われたんだけど、ね、その僕の情報網っていうのは、ね、お金かけてるのか立場があるからのかって言われたけど、まあ、当然、ね、両方ある程度あるから、ね、得られるものもあるけれども、ネットとかね、でこう深く掘り下げて調べてくると、やっぱ研究してる人っていっぱいいるわけじゃん。でそこから正しい情報を今度は自分でピックアップして、ね、選択する時代だなと思ってるわけで、ね、今はこの AI とかさ、どんどん進化してきて、まあ、いろんな情報がね、さらにもっと複雑化してもっと大きい、ね、ビッグデータになるわけじゃない。でそういう中からどうやって自分がこの選んでいった情報を、ね、信用できる情報にこの、ね、寄れるかですね。例えばこの YouTube だとそうじゃん、ね、僕の番組があってね、聞いてる人はまあ、なんとなくフランスってこんなやつだなっていうふうに見てさ、まあ別にね、嘘も言わねえだろうし、ね、かといってね、別に人を貶めることもしないし、なんとなく公平な感じでさ、ね、で、別になんとの、陰銀無礼なね、態度でもないし、っていうんで、まあ結構好かれてる方じゃないの？でも登録者数はさ、大して伸びないじゃん。だけどさ、ね、なんか願い事言ってみたりさ、ね、その、ね、その、ありもしない事実をね、ありもしない不実かを事実のように告げてね、学歴だとかさ、その、職歴だとかね、ごまかしてさ、偉そうに見えるやつを崇拝しちゃうっていうやついるじゃん。ね。で、そういうような、この、なんていうかな、この、視聴者側も、逆に言うと、ね、過去からずっと、鳴らされてきちゃった人たちばかりだから、真に受けちゃったりするんだよね。であと今ね、起きてるような、そのなんとも、闇バイトとかさ、ああいうのね、信じてね、で一生棒に振っちゃったりする人たちいるじゃん。もうその情報がそのなんとかな、そう、情報弱者ってんだっけ、ね、そういう人たちがどんどんできちゃってる理由っていうのは、やっぱり真実をこう突き詰めて考えられるような能力がなくなっちゃったっていう人たちじゃないの。ね、そりゃそうだよね。そのなんとかな、もう毎日毎日、ね、テレビゲームとかああいうのゲームやってね、で頭の中はもうぼーっとしててね、で、まあ、勉強はできるのかもしれないけども、その実物の世界じゃなくて、なんかそういうね、なんとか空想の世界で、できもしないことをできると思い込んでみたりね、しちゃうわけじゃん。
で特にね、その、ね、この頭のいい人たちはね、この見えないものまで信じる能力ついちゃってるから、ね、昔ね、あぐらかいて空飛ぶおじさん信じて 死刑囚になっちゃった人とかさ、いるわけだよね。あ、そういう面でいくと、やっぱり今度は、まあ、自己責任というのはちょっとね、大げさな言い方かもしれないけれども、やっぱ自分の人生ね、司ってる情報っていうものは、やっぱ自分なりに探して、たどり着くようなことをしなきゃいけないのかなと思いますね。まあ、そのためにもね、このね、倉橋貴之チャンネルはぜひチャンネル登録していただいて、ね、いろんな分野で話してるから、ね、違う分野が出たからといって、チャンネル登録を消すような真似はしないでいただいて ですね、継続して、見ていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、今日のね、質問お答えになったかどうかありませんけど、まあ、僕が考える、ね、マスコミ論というか、ね、情報の収集論というか、まあ、そういうのについてお話をさせていただきました。ということで、今日もね、チャンネル登録して、いいねをして、コメント、そして質問があればまたコメント欄にご質問の方をお願いしたいと思います。それではまた。